エステサロンさんやってるところがね、実は少なかったりするんですけど、飲食の業界なんかを見ていくとめちゃくちゃやってるんですね。例えば 100% の接客ではなくて 120% が大事なんですよ。この 120% だからこそお客様っていうのは、はい、皆さんこんにちは、エステ王子です。今回は生涯顧客作りのための6つのポイントということについてお伝えしていきたいと思います。このチャンネルではエステサロンの経営ノウハウや日本一のエステテクニックの動画をご紹介していますので、ぜひサロン運営に携わっている方には見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、生涯顧客作りということが今回のテーマなんですけれども、皆さんもね、サロン運営をされている中で生涯顧客を作っていくというのは一つの、ね、テーマだと思うんです。どうでしょうか、皆さんできてますでしょうかね、生涯顧客作り。例えば5年間通い続けているお客様がいらっしゃるとか、10年間通い続けているお客様がいらっしゃる、その長い間ですね、通ってくださっているお客様がどれぐらいいらっしゃるかっていうのが皆さんの今のサロンの価値になるんですね。なのでぜひね、その生涯顧客を作るためのポイントを今回ねお伝えしていきますから、最初から最後までぜひね見ていただきたいと思います。ではまず一つ目なんですけれども、サロンに飽きさせないっていうことがポイントです。やはりですね、飽きてしまうと、どんないいサロンでもお客様ってもう通わなくなっちゃうんですよね。なのでいかにこう飽きさせないかっていうのがね、そのサロンの中での実はすごいポイントになるんですね。例えば飽きさせないっていう方法っていろいろあるんですけど、新メニューを導入するとか、季節限定メニューを導入する、そうすることによって実はお客様ってマンネリ化を防ぐことができます。そうすると四季折々とか季節によってのメニューを受けられたりしますので飽きないんですね。でこれって実はこうエステサロンさんやってるところがね、実は少なかったりするんですけど、飲食の業界なんかを見ていくとめちゃくちゃやってるんですね。例えば春のなんとかメニューとか季節限定のメニューとかですね、たくさんやるんですよ。で4月はこれ、5月はこれっていう風にしながら、お客様を飽きさせないようなメニュー作りをね、一生懸命やってるわけですよ。なのでエステサロンもそういった飽きさせないようなメニュー作りをぜひねやっていただきたいと思います。それから内装なんかもですね、季節によって変えていく。おそらくですね、気の利いたサロンさんは季節によって花をね一生懸命変えたりだとか、サロンの絵画ですね、絵を変えたりだとか、カーテンを変えてみるだとか、何かそういったサロンをですね、こう少しですね印象を変えるような取り組みなんかもされるんだと思うんですね。でそれから季節によって出す、提供するお茶を変える、飲み物を変える、そしてお帰りの際にですね、普段出されているお菓子を変えるとかですね、こういったものを変えることによってお客様っていうのはいろんなところでワクワク感が出たりだとか、楽しみが生まれてくるわけなんですね。なのでこういったサロンに飽きさせないっていうような取り組みをぜひねやっていただきたいと思います。それから2つ目、目的意識を上げるっていうことですね。お客様はですね、エステサロンに何かの目的があって来てることがやっぱ圧倒的に多いんです。特に新規のお客様は目的があってほぼ来られるんですね。その目的がなくなってしまうと、サロンを卒業してしまうっていうようなお客様がかなり出てくるんですよ。なのでサロンに通い続けていただくための目的っていうのをしっかりと持ってもらう。そのためにはエステシャン側から目的をしっかりね持ってもらうような接客をこちら側からやっていくってことなんですね。例えば大切なポイントなんですけれども、皆さんはですね、お客様の何ヶ月先までのご予定を知ってますかっていうことなんですね。3ヶ月後のご予定、お客様がどこかイベントに行くだとか旅行に行くとかですね、そういった予定を皆さんね把握されてますでしょうか。今週の週末お友達と食事に行くというようなことを知ってますでしょうか。こういったお客様の行動ですよね、予定を知ることによって、その予定に合わせた来店を促すことができたりだとか、目標設定を改めて作ることができたりだとか、目的意識を高めることができるわけなんですね。なのでお客様の何ヶ月先まででも全然 OK なんですけれども、その予定をしっかりとね把握した接客をやってほしいということなんですね。それから3つ目になります。
これはですね、お客様の美意識を上げるということですね。先ほどの目的意識を上げるっていうのとほとんどですね一緒なんですけれども、もっと美しくなりたいっていうふうにね思ってもらうことがすごく重要なポイントになるんですね。新規のお客様はある悩みを抱えてエステサロンにやってきて、その悩みを解決していってしまうと、もう卒業するっていう話なんですね。ただもっともっと美しくなりたい、もっと綺麗になりたいっていうような気持ちさえ持っていれば、実はずっとねお客様っていうのは来店し続けるわけなんですよ。なのでいかにねこの美意識を上げてあげられるかっていうことですね。そのためにどんな接客をしたらお客様にその美意識を上げるためのきっかけを与えられるかっていうことなんですね。例えばフェイスラインのたるみが少し減ってきたというお客様には、じゃあ次は目尻の小じわがもう少し薄くなっていったらどうですかっていうような問いかけをねやってみるとか、一つ一つですね今解決したものにプラスアルファお肌がどんな風になったらもっと嬉しいのかっていう気づきを与えていくことがねすごく大事になるわけですよね。なので日々の接客の時に常にお客様に美意識を高めてもらうためにどんな言葉をかけるべきかっていうのをね常にこう研究しながらお客様の美意識を高めていってほしいっていうことなんですね。それから4つ目になります。これはですねカウンセリング、そして接客になります。このカウンセリングがしっかりできるかどうか、これがですねお客様の心をぐっとつかめるかどうかっていうのが決まってくるわけなんですよ。なのでぜひですねカウンセリングをしっかり学んでいただいて、お客様の本音を引き出す、どんな質問をしたらお客様って本音を言ってくださるのか、どんな言葉をかけたらお客様は心を開くのか、こういったことがすごく大事になります。なのでぜひですねこのカウンセリング、それから接客、こういった部分をとにかくですね学んでいただいて、常にそのカウンセリング接客を成長向上させていってほしいなというふうに思います。それから5番目になります。これはですね仕組み作りです。いくらお客様がサロンのことが好きだからといっても実はですねなんとなく来なくなるっていうケース実はあるんですよ。なのでそこは自分の接客、それから技術だけではなくてサロン全体の仕組みとして考える必要があるわけなんですね。その仕組みをうまく作れるかどうか、例えばポイント制の導入、それからランクアップ制度の導入とかですね、こういったことをぜひやっていただきたいと思うんです。例えばクレジットカードなんかだとすごく分かりやすいんですけれども、いわゆるノーマルカードがあって、その上にゴールドカードがあって、その上にプラチナカードがあって、ブラックカードがあるみたいな段階を必ず踏むんですね。そういったエステサロンのお客様にもこういった段階を踏んでいくような制度を設けていったりだとか、ポイントを付与するような制度を設けていく、割引をしていくような制度を設けていくようなことをしていくと、お得に通えるとかっていうふうに思っていくと、せっかくエステに行くんだったらこのサロンにしようっていうふうな気持ちになっていくわけですよね。それがいわゆる一つの仕組み化なんですね。こういった仕組みをぜひねサロンで考えていただきたいと思います。そして最後6つ目なんですが、これ実はすごくね重要なポイントなんですけれども、これはですねエステティシャンとしてのあり方になります。あり方、要はですね皆さんがお客様にどんな気持ちで接するかっていうことがすごく大事なんです。でこれってお客様はやっぱり敏感に感じ取るんですよ。私のことを大切にしてくれてるとか、特別扱いしてくれてる、大切に思ってくれてるっていうような気持ちがですねお客様にどれぐらい伝えられてるかどうか、ここが最終的にずっとね長く通いたいなって思うポイントにもなるんですね。だから皆さんですねどんな気持ちでお客様に接するべきなのか、ぜひですね毎回毎回自分の 120% の力で接客をしていただきたいということなんですね。ここで 100% の接客ではなくて 120% が大事なんですよ。この 120% だからこそお客様っていうのはサロンに通い続けたりとか皆さんに感動したりするわけなんですよ。これがすごく重要なポイントです。ぜひですね皆さんのあり方、これがねお客様に伝わるような接客を目指してください。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今回は生涯顧客を作るための6つのポイントということについてお伝えしてきました。ぜひですねこの6つのポイントをサロン内で活用していただいて、たくさんのお客様に生涯通ってもらえるようなサロンにしていっていただきたいなというふうに思います。ということで
今回の動画良かったなっていうふうにね、少しでも思われましたら、ぜひ高評価お願いいたします。それから今回のこの内容に関して質問があったりだとか感想があれば、ぜひコメント欄にお願いいたします。そしてこれからもっとたくさんね、動画をアップしていきますので、ぜひお見逃しないようにチャンネル登録をお願いいたします。ということで、またお会いしましょう。